せっかくなので谷山さん冒頭いきなりですが、毎回その今回ねエンディング作業で、ね、しばらく参加されているということで、この間のなんか変化とか今日来てみての感想とか、もし冒頭もし一言いただけたらと思いますが、私よりもお席に座られている皆様の方が大変お詳しいかと思うんですが、まず一番に思いますのは、数年前まででしたら中国の方ですとか韓国の業者さんが本当に大勢こうご一行様みたいなこう大きなグループでたくさんいらしていたなという印象がございます。そうした姿が、あまり、コロナがあったということもありますし、亡くなりました、そういうこともありますし、あとは近年その AI ですね、 AI ですとか手元供養、ペット供養などそういったものがとても目立っているなというふうに感じます。はい、はい、ありがとうございます。最近話題になったとか注目されたとか記事があれば、それぞれ伺いたいなと思っていたんですが、雑誌ってそんなにすぐ反響があるわけではないんですが、はいはい、その中でもその最近というか、1年以内ということで言えばですね、記事を読んで恐ろしかったという反響がある記事がありまして、後継者のないお寺が狙われたという記事だったんですね。非常に、この後継者難のお寺がですね増えてきてるんですけれども、たまたま浄土宗のお寺さんだったんですが、住職さんがですね浄土、80段階を超えてきて、娘さんはいたんですけれど、娘さんにはお寺を継ぐ意思はなかったということでですね、宗派の後継者紹介制度というのはどの宗派にも大体マッチング制度みたいなのがあるんですけれども、それを使って若いお坊さんがお寺に入ってくれたんですね。ところがですね、なかなかその方がどういったわけかちょっとくせ者の方で、最初は真面目だったんですけれども、気づいた時にはお寺のお金が使い込まれたという、そういう事件でして、うちも後継者がいないけどこれからどうなるんだろうか、はい、それから宗派の後継者制度ってのは基本的に仏教っていうのは性善説をとってるので、そんな悪い人は入ってこないというふうに思ってるので、そのシステムそのものに対しての見直しとかですね、そういうようなことが割と注目された記事でした、はい。お寺の後継者今マッチングで決めてるんですか？いや、大体はそのお寺さんの関係とか、あるいは親戚とか、大体世襲でねっていうことが多い印象ですが、世襲もありますけれども、お弟子さん取ったりとか、あ、なるほど、いろんな方針して自分で住職お坊さんになりたいって方もいらっしゃるんですけど、はい、宗派がそういったサポートする制度がありまして、斡旋みたいな、紹介みたいな形 で、登録制で紹介するという、なかなかこれは話題となりました。なるほど、はい、なかなかお寺を取り巻く状況も厳しくなっているので、お子さん世襲制度といってもお子さんがいてもやっぱりもう継ぎたくない、あるいは継がせたくないという気持ちもある、そういう中で各お寺さんみんな頑張って一生懸命支えてらっしゃるんですけれども、まだ3冊しかない生まれたばかりの雑誌ではあるんですが、その中でもですね、ここよりっていう、私ウェブサイト SIP という会社でやってるんですが、ここよりに記事を転載したところ、一番閲覧数が多かったのは創刊号のいつかこの葬儀を思い出してきっと泣いてしまう2023年版人気出刊局ランキングという記事が、出刊局局ですね、出刊の棺を出刊されるときに、この曲がよく使われているよ、はい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 、めっちゃ興味ありますけど、それそれは私の体感で、体感なんですか、なんか統計を取ったわけじゃなくて、葬儀に参加している、坊さんから少しずつ聞きながら、人気曲は、中島みゆきさんの糸であるとか、そのボーカルがそのまま使うんではなくて、オルゴールであるとかピアノであるとかアレンジして使っている方が多い印象ですね。川の流れのようにであるとか、この記事が非常に人気が高かったです。もともとその臨床ってお葬儀会のゼクシーになりたいなと思って始めたコンセプトがありますので、はい、お葬式のマネー講座といったところも読まれてはいます。お葬式と結婚式って考えるところが非常に似ていて、いくらかかるのかなというところとか、じゃあ式場をどうするんだと、どういうところで見送りたいのかなと、でお食事はどうするんだと、非常に話題性が似てるということなので、最終的にはそういうふうにしたいなというところを目指しながらやっている中で、今回は
亡くなったあの親のスマホのロック解除がとっても大変だった件といったところも非常にあの注目を受けていました。ゼクシーって結局多分結婚しようとする人が読む雑誌なんですか。そうですね。そういう意味では臨床はだから亡くなる人に向けて、はい、なんていうか準備をどれだけ進めたい。であのゼクシーを買う人ってとてもウキウキして買うと思うんですけど、はいはいはい、あのお葬儀の準備だって別にウキウキして進めたっていいんじゃないかなというのが、まあ、裏コンセプトではあります、ね。なるほど。福音選挙はいかがでしょう。はい、ですね、やはりお話に出ましたようにその宗教を全体がやはりもう危機に瀕しているっていうのはもう明らかなことで、カトリックの教会でももう神父のいない教会っていうのはもう実際たくさん出てきているんですね。でそんな中で宗教界の経済困難っていうあの記事を鵜飼秀則さんって同じ浄土宗のね住職さんですが彼としまして対談をですね、その時にやはりですねそのもう地方のカトリックの教会も大変なことになってる、一人のその、まあ、神父ですね、神父がもう一日中死ぬほど働いて、でそういう状況の中で我々普通の一般信徒が教会を担っていくってことがもうすでに始まっています。でカトリック教会ものすごく今変化してます。従来はヒエラルキー、聖職者が一番上にいて神父がいて信徒がいるっていうヒエラルキーが三角形あったんですが、割ともう逆転してます。世界最古の官僚組織なんですよ、バチカンって。そうですね、はい、でそれをもうフランシスコ教皇がもう全入れ替えちゃったんですね、メンバー主要人物を。でこれほとんど日本のマスコミでは報道されてないですが、そういう記事っていうのが一番反響がありますし、ぜひ皆さん一般の方々にも知っていただきたいなというところですね。当初はですね、創刊当初英語で出ていた時はもう神父ばっかりだったんですが、今はですね一番多い読者層っていうのは修道者ですね、とあと一般信徒がまあ半分くらい、神父はあんまりもう読んでないので。あ、そうなんですか。これからやっぱり一般の方々に向けてもっと広げていきたいなと思ってます。 で、ね、でノートとかですね、割とはそのインターネットで見れるようにということも考えてますので、皆さん今後ぜひよろしくお願いいたします。その宗教メディアとかあるいはその一般メディアの中 の、 その宗教のニュースとか、どういう形で谷山さん自身は読んだり情報摂取したり日頃されてるんでしょうか。そうですね、私の立場からですと、なるべくフラットな目線であれこれをこう観察しなければいけないとか大前提にあるんですけれども、そうは言いながら私の関心事は今現在起きている早々変わりゆくこの激動を続ける早々そのものにありますので、やはりこういった場所にお集まりの業者さんですとか実践者の方ですとか宗教者の生の声というのは本当にありがたい教材になっております。そもそもこういうテーマにこう関心を抱いた経緯などをもし教えていただければと思います。そうですね、私 の、 祖母は割と長く生きましたので、物心ついてというか大人になってから初めて参列した葬儀がもう20代半ばの私の祖母の葬儀で茨城県で行われたんですけれども、まだ平成の初期でしたので、自宅に祖母が息を引き取って私たちがこう同棲している間にふと気がついたら、なんか白い割烹着軍団がゾロゾロお家の中割烹着軍団が、そうなんです、はい、もうちょっとびっくりしたんですね、はいはいはい、身内近い族柄で葬儀というのが参列した経験がございませんでしたので、本当に寒々と泣いている間もなく、あれこの彼女たちは一体どこから来たんだろうと、本当に昔ながらの伝統的な葬儀のあり方だったんですね。そうなんですか、はい、でも本当に自宅で道路の両脇にお花がだーっと並んで、花輪が並んで数百名の参列者弔問客が来てということだったんですが、その1、2年後に私今現在世田谷区に住んでおりまして、世田谷で自宅の近くでご近所さんでご葬儀があった時には本当に今風な現代的なご葬儀で、その落差に驚いたっていうのは一つございますね、はい、見た目に形式が変わったということは目に見えない人の気持ちにも何か変化があるはずだというところが興味のきっかけになっております。うん、まあ、特にその仏教式葬儀のこの間のこう変化とか、はいはい、まあ、だいぶこう目まぐるしく変わっている印象が
この、ね、作業という中を見ても思いますが、まあ、僧侶として活動している中で、まあ、最も感じるのは今お通夜式をやる人が非常に少なくなったのはもう事実でして、もう体感でいくともう半分以上の式はお通夜をされないですね。まあ、直葬直葬と呼ばれる火葬炉の前で短めのお度胸をして、それで終了してほしいと言われることも増えました。でももうこの5年10年のあそんなに最近の話、はいですね、15年ぐらい前に目黒の寺院に入ったばかりの頃はまだお通夜があっての葬儀であるというそこから5年10年ぐらいの間で移り変わってきた印象ですね。まあ、正直な話お寺としてじゃあまあ、お葬儀の時に頂戴するお布施、お度胸のお布施であるのでそこに大きな影響があるかというと実はそんなでもないのかなと思ってます。まあ、簡略化したことで当然まあ、これでお願いしますということは、まあ、それが多少少なくなることはあるかもしれないんですが影響が出てるのは多分どっちかというと葬儀者さんであるとか、はい、あと艶振る舞いをするお料理屋さんであるとかね、お通夜に行ってお寿司食べて帰ってくるのが普通だったと思うんですけど皆さんそういうことがなくなってきているので周辺のそういう方が影響出てるんじゃないかなと思いますね。もう一日葬の方が業者も楽は楽なんだと思うんですよ。だからまあ推進してきた側面もきっとあってお葬儀屋さんがまあそれの良し悪しがきっとあるのかなとちょっと思ってますね。増える一日葬とかお通夜をしないのはなぜだとか、まあ、そういった特集は何度か取り上げてるんですけれども、まあ、やっぱりそこで失われてるのはその死生観というかですね非常に、まあ、自分の親が死んでもそこで終わりという、まあ、クローズドな人間関係の価値観が増えてるのかなっていうふうに思います。耳が痛い。多分本当は我々が発信してこなきゃいけないことを若干サボってきたツケなんじゃないかなと思ってて、それでその結果そのお葬儀屋さんや、まあ、たちに迷惑もかけてるのかなという印象もちょっとあります。で、まあ、そういった中できっと皆さんも頑張ってらっしゃると思うんですけど今結構お坊さんたちが頑張ってるのが見てるとその供養の復権というかですね、供養の場の復権という感じで自らその葬儀をコーディネートしていこうっていうお坊さんが結構若い方が出てきてらっしゃるのかなと。でもう一つはそのお葬式をしないということはその後の法事にもつながっていかないということなんですよね、はいはい、今も特に都内とかでは7回忌13回忌でももういいですよ、ひょっとしたら3回忌でもいいですよっていうふうになってるところ傾向があると思うんですけど、まあ、そういった中でその一生懸命じゃあ若い人にこの法事その供養っていう特に今自分が生まれてるだけじゃなくって自分の命は過去と未来にもつながってますよといったそういった場が供養であるということをですねいろいろ若いお坊さん、まあ、若くなくてもいろんな方が頑張ってらしてでそういう中でその参加型の法事を考えたりとかですね改めてその法事の式次第を一番最初にお話しするとかそういうふうなことをなさってるということをちょうど8月号で寺院将来かけ若い人に法事を進める方法というですね実践特集をやったんですけどそういうふうなお坊さんの方からもやっぱりカウンターとしてそういう動きが出てきてるなというのをよく感じます。コロナ禍でブーストかかったところはあると思うんですが実はその前からやっぱり徐々にそういう流れはあって地方の方で行う式のようにもう村全体でそのお家に行ってお手伝いをして7日ごとに集まってといったことはもうほぼなくなっているんですね東京の中でいくと。なんでまあ人を呼ばないで家族葬っていう言葉が入り始めてきてるんですけどで行うことが実は結構楽だなっていうのがバレ始めてきてるバレちゃったっていうことなんだろうなとちょっと思っています。カトリックの葬儀のあり方って仏教と随分違うのはすごく感動する人が多いんですね。つまり死んだ人はそこで命が終わったわけではなくて天国にこれから行くんですよ。
でやっと行けたっていうそのものすごく晴れやかでその美しいあのものなんですね。しかもそのカトリックの場合はそのミサいわゆるあの儀式ですね、あのイエスの最後の晩餐っていうのを再現してやって、それでしか葬儀やっちゃいけないって決まってるんですね。だから葬儀だけが独立してあるんじゃなくて、そういう中であのカトリックの葬式っていうのは一般の人たちのため の, そのキリストに出会っていただくための最高の機会という、まずそれがありますね。なのであの一般的にミサの中でやるっていう原則は崩れていないです。やっぱりあの仏教のお話と同じでですね、家族葬でが楽だってことはバレてきちゃって、コロナ禍をきっかけに、はい、でそれであのやっぱりやりたクローズにやりたがる信者は多いんですけど、それはまあ多分かなり批判されていまして、本当はそこであの神様と出会っていただくための機会というふうにあの批判されてますね。あの先ほどから家族葬というお話言葉がいろいろたびたび出てまいりまして、やはりその家族いわゆる家族葬でご葬儀を済ませた場合に、後からやはりどうしてこう知らせてくれなかったっていう方たちがあのこうだらだらとお焼香にやってきてっていう話はよくあの皆さんも耳にすると思うんですが、私の今住んでる自宅のお隣のお家がまさにそれで、あの80代であのご主人亡くされたんですけれども、東京電力の偉いお父様だったので、あのなぜ知らせてくれなかったっていう焼香客がもうそこから1年間だら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 1年間あのつぶさに見てまいりました。はいはいはい、そういうこともありますし、あのそれはそのなぜ知らせてくれなかったっていう、こう弔う側の観点なんですが、あとはそのあのご遺族としてもその弔い不足っていうことが皆さんもお聞きになったことあると思うんですけども、あのご自身の納得いくようにあのお弔いができなかった場合に、あのご遺族の方にとてもこう心残りがあったりですとか、あるいはあの具体的に健康被害が生じてしまうというような研究データもございまして、あの、まあ、簡略化が本当にいいことなのかっていうことは、あのこういろいろ葬送の形が変わっていく中で、あの変わることがいけないのではなくて、その変わる中でじゃあ何を残すべきなのか、何をこう端折っちゃいけないのかっていうところが今まさに私があの知りたいなと思っているところなんですね。で、あの終活っていう言葉も今しばしば出てまいりましたけれども、あの私が最初に研究いたしましたあの樹木葬ですとか散骨が言われました1991年、30年以上前を遡ってみますと、それはあの葬られる側ご自身ですね、死にゆく方、亡くなりゆく方が自分自身の死をコーディネートしたい、デザインしたいということで始まりましたけれども、今例えばその臨床さんですとか、今いわゆる終活っていうのはむしろその二人称の視点で間近で身近で送る見送る側の方を中心に据えてるのかなっていう、そういう変化はあの大変興味深く注目しております。はい、確かに樹木葬なんかそのお墓参りに行く側の利便性とかも考えるとその方がいいっていうこともありますよね。そうですね、最近お墓樹木葬ですとか、まあ、散骨がどんどんあのニーズが増えてたり、あと手元供養が増えてるということも、あの亡くなる側の何でしょう、ご本人のご意向というよりは、あの見送るご遺族の方の意向で行われていることがとても多くなってきてるなというふうに感じてます。今多分墓じまいというキーワードの方が非常にメディアでもクローズアップされていると思うんですけれども、実はその墓じまいする前にいろんな、まあ、悩みというかですね、課題を持っているはずなんですが、そこを多分聞く場がワンクッション置く場がおそらくないからこうトラブルになったりとかするんですよね。でそういう中で最近ちょっと面白いなって思っているのが、あのレンタル墓でその、まあ、いわゆる屋外の青空の下の昔からあるお墓の形をしてるんですけれども、機能としては、まあ、13回忌までとかその期限を区切って使うお墓というのがぼつぼつ増えてきてるんですね。レンタル、レンタル、まあ、レンタルという表現はどうかなと思うんですけど、はい、あの形は期間限定でお借りすると、で形は昔ながらのお墓の形なんですよ。都心のお寺さんでもこのボツボツ空いてるんですけど、はい、空いたところを区画整理するのは大変なんですよね、はいはい、昔ながらのお墓の形なんだけど、でも実は
ずっと守らなくてもいいですよっていう、まあ、なんちゃって言えばかみたいなものが非常に人気で、なおかつやっぱりその日本人の昔からの宗教の原風景としてあるそのお盆とかお彼岸にお墓に手を合わせるというふうな気持ちにもヒットするのかなと、そういうふうなのがちょっと最近注目しています。なるほど、はい、日本のやっぱり伝統宗教のいいところっていうのはそのやあの地域社会の中に密着して、そこであの、まあ、檀家っていうのもありますけど、そうじゃなくて檀家以外でもそのやっぱり地域の人たちのコミュニケーションの中心になっているような、あのそういう お寺っていうのが昔の日本の村落だとあったと思うんですが、あのキリスト教もそれを見習っていかなきゃいけないなって話はあの常々しております。キリスト教の葬式ってがっつりしすぎてるところがあるんですね。そのつまり毎週ミサ出なきゃいけない。あ、そうですね、あの仏教ってそうじゃないじゃないですか、うん、で毎週ミサに出るとなるとみんな頑張っちゃうんですよ、すごく、はい、でしかも頑張っちゃうとそのやっぱりクローズになりがち、うん、なのでやっぱりそうじゃなくて、その自分の教会って意識じゃなくて地域の教会ってことで地域住民の人たちとの対話を続ける、でそういうような記事っていうのをあのたくさんあの福音宣教としても発表してますね。と、まあ、お寺がその地域とつながってるという意味では、あの一人でも安心して生きて死んでいける社会のためにお寺は何ができるかっていう特集を組んだんですけど、その、まあ、そういった中でそのお寺が、まあ、例えば社会福祉協議会とか地域の事業の人とつながって、さっきの墓じまいの話じゃないんですけど、まあ、この檀家さんだけじゃなくて地域にそういう相談場所として開いていこうっていう、やっぱり動きはとても増えてるなとは感じます。全員が共有しているとは言い難いんですが、あの、まあ、あの問題意識を持って動いている人も、まあ、出始めてはいます。樹木葬の需要が今増えているんですけど、なんで、まあ、あと採用参考先ほどもありましたけど、なんでそれがやりたいのかなっていうと、あの後の残る人に迷惑をかけたくないっていう心理が一番大きいらしいんですね、どうやら。で、あのそれはまあ去りゆく本人が考えることなんですけど、あの迷惑かけたくないってすごく思う方の気持ちをないがしろにするわけじゃないんですけど、迷惑かけられたいというか、お参りさせてよっていう人の意見も吸い上げないといけないなとはちょっと思ってます。13回忌じゃ足んないよっていう人だっていると思うので、今後あのまあね、亡くなった年代にもよるんですけど、あのご法要の大事、先祖供養の大切さは伝えなきゃいけないなとちょっと思ってますね。コロナ禍を経て教会が一番変わったのって、オンラインで礼拝あるいはミサの配信を始めた教会が、まあ、激増したんですね。でこれコロナ禍が落ち着いてからだいぶこうもう ある程度やめちゃう教会とかもあるんですが、未だに続けてる教会があって、だそれがあの思わぬ効果を生んでいて、普段その重い扉を開けてそれこそ毎週、朝、日曜日の午前10時10時半とかに行かなきゃいけなかったのが、まあ、いつでもどこでも YouTube を開いてポチればミサ礼拝を、まあ、覗き見できる。で、なんならつまんなければ倍速で飛ばし、あるいは閉じるで違う教科を見てみるみたいなことが、まあ、良くも悪くもできるようになったために、今までそういう教会接点を持たなかった方、持ちづらかった方々が割と見てるんですね。だからそれは教会にとってはすごい可能性かなと私は思ってるんですが、カトリックいかがですか、その辺の受け止めは。あの同じですね。オンラインをすごく上手に使ってるところが増えてますけど、二極化がやっぱりあって、コロナでもう衰退しちゃって、あ教会かなっていいんだ、日曜日楽だなって言って来なくなっちゃうっていうパターンがある一方、はい、わーって盛り上がってるというところもありますね、はい。まあ、実のことを言うと、その参加人数が減ってたまま戻ってきてない現象があるような気はしてますね。ただまあまあそうだな、私の実家は小さな寺なんですけど、働き先の勤め先の目黒のお寺でいうと大きなお寺であるので、まあ食事どころが併設してあることもあって、まあ少しずつそういったところは戻ってきているところはあるのと、まあ、さっきそのあと中継で行くと築地本願寺はされてますよね、はい。でそういったあそこはもう観光寺でもあるし、朝ごはんも食べられるし、お参りするとポイントがたまるので楽しいんですよ。で、まあ、ただ、まあ、
教会もきっとそうでしょうけど、町の小さなお寺で同じことができるかどうかというとまた別の話なので、そういう、まあ、そこにどうやってご法事に参加しても、まあ、参加してもらうかっていうのも変な話で、あのご法事ってのはあのなんて言うんだろう、自分たちがやりたくてやるものだと思っているので、お寺にやらされるものではなくて、なので、まあ、そこの伝え方も含めて、まあ、発信で少しずつやっていけたらいいかなとは思います、ね。